同好会に入部させていただくことになりました。私は入るなんて言った覚えはない。大体その誘いだってあの子の思いつきでしょ。俺にはどうしても二人とも必要なんだ。どっちも大事なんだよ。本当に連れてきやがった。とうとう春樹にも名前通りの施設がね。北原君と話してるとはどんどん自分の性格が歪んでいくのがわかるわ。そんなバカな。トーマさんもそんな感じで素直じゃなくなってたんじゃないかな。ホワイトアルバムいいんじゃない。また随分と懐かしい曲だな。あれ何年前だ。懐かしいとか言うな。旧の名曲だぞ。どうして俺の前からいなくなろうとするんだよ。私の前から先に消えたのはお前だろ。勝手に手の届かないとこに行ったのはお前だろ。私たちどうすればよかったのかな。話があるんだ。聞いてくれないかな。私、あなたが大好き。けれど、あなたが大嫌い。もし先輩の心の重荷が取れたら、今みたいにひねくれた先輩じゃなくて、もう少し私に優しい先輩になってくれると思うから。あんたって誰にでも面倒見がよくってさ、一生懸命で頑張ってるんだけど、いつも与えてばかりで損してるって思ってた。お前には見どころもある。だから潰れてほしくない。無理をしてほしくない。春樹は遠慮なく私に逃げればいいよ。絶対にバチが当たるよ。ひどいのはお前の方じゃ。私のしたいのはおぎそせずに苦しめること。なんでだよ春樹、いつまでこんな状態続けるんだよ。ごめんなさい、おじさん。私できないかもしれない。何、なんでそんなことになってんだよ。多分この先どっちの道を選んでも後悔すると思うんだ。だからせめて自分の選択で後悔するんだ。恋をする気持ちが降り積もる雪のように。